高野街道高野街道とは、かつて計大阪から高野山への三系道として用いられた街道で、主に大阪府河内長野市から和歌山県橋本市の間を指す。また、現在の国道371号9道のうち、大阪府河内長野市から和歌山県橋本市までの区間の故障にもなっている。西高野街道と中高野街道の交点高野街道は、 講義には、京都や大阪方面から、高野山へ通じる街道を、総じて指し、競技には、河内国西北郡長野村時の国都郡橋本町を結ぶ街道である。よって、その他の区間は、各方面から長野までを結ぶ道を、東高野街道、中高野街道、下高野街道、西高野街道、橋本から高野山を結ぶ道を、長石道、京大坂道、 直視坂、黒川道と呼んでいる。長野から橋本を結ぶ街道で、旧街道は国道371号の旧道にあたる。河内長野市では4つの高の街道が合流するため、古くから宿場町として栄えた歴史があり、昭和初期までは長野温泉などの温泉街や甘み温泉などの温泉地として知られていた。 特に長野から三日市にかけては、歴史ある街並みが残る旧街道を、高野街道と銘打って、観光名所化、ルート整備がされている。区間は、登録有形文化財に登録されている西市の、甲子会社旧店舗もやをはじめとした天野市、醸造元、沙織蔵などが並ぶ酒蔵通りを通り、旧西市の橋を渡って、国の史跡である江防市形状市の東側を経由し、 八木家住宅主屋や,や、旧三日、四甲板周辺の三日、市屋道をつないでいる。なお、この旧街道は、江戸し形状が現役だった時代に、軍事、政治的意図により城のふもとまで大きく、西へ迂回するよう取り付けられていたが、近代になって、長野神社から南下する旧街道が利用されるようになった。以前は、高度経済成長期の周辺のニュータウン造成や、建て替えに加え、 1998年から2005年にかけての3日市町駅前に市地区市街地の再開発事業が計画されるなど、徐々に歴史ある街並みが消滅する傾向にあった。しかし、その際の計画に対し住民の呼びかけで街道を生かした街づくりと、歴史的景観に配慮した再開発ビル、駅前広場の整備がされることになり、市として高の街道の景観整備、 町並み再生が意識されるようになった。2004年から2006年にかけては、町づくり交付金を活用して、三日市町駅周辺の旧街道の景観舗装などの観光名所としての再整備をすると、ともに地域交流センター、自由通路等の整備が行われた。近年は、河内長野駅周辺の酒蔵を中心としたエリアにおいて、 景観を守るための住民の取り組みが進められており、無電柱化、石畳舗装などの景観整備事業が実施された。前身は平安京、または長岡京への感動だったと推定される。京から高野山への山景路として使用されるとともに、河地国を南北に貫く数少ない街道でもあった。起点は熊田神社西の泥道口にあった一律化とされる。 1148年に、仁那寺宮閣方法,法神皇が、高野三三系の際に通ったと考えられている。大阪市内からの高野参りへの街道で、四天王寺を出て、岩室村で西高野街道に交流した。旧街道筋の大和側に、下高野橋がかかっている。平安時代後期から、鎌倉時代初期には高野三系道として使用されていたと考えられている。 室町時代から江戸時代には商工堺と高野山との物資輸送で賑わった。旧街道は現在の国道310号に沿っている。現那の町割り以降の境においては、目口筋あるいは一筋北の大小路と接続していた。起点をことにする次の4つのルートがあり、いずれも現在の河内長野市で合流。君峠を越えて橋本へ至った後、 高野山へと至った。橋本から高野山へ向けたルートにもいくつかあったが、江戸時代まで最も使用されたのが町赤道であった。現代の地図上に高野街道と記載されている区間は、堺市堺区から橋本島での国道3 1十号と国道371号旧道で西高野街道と高野街道を踏襲している。1925年に、 高野海が高野山に最も近いターミナル駅として開業し、その後高野山まで延伸されるまでの間、駅周辺の市で地域から高野山への山景道として利用され、新高野海道と呼ばれた。高野海道のうち、長石道が2004年に、紀伊産地の霊場と山景道の構成資産として世界遺産に登録。その後、2016年に、京大阪道の 不動坂と黒川道が追加登録された。なお、登録名称は高野街道ではなく、高野三景道となっている。2013年開催時の酒蔵通りを置く、河内地域の河内長野駅から三日市町駅までの高野街道や、両駅の周辺、烏干し形状などにおいて、高野街道祭りとして、毎年10月にイベントの同時開催が行われている。高野街道では、 全体を通して、にぎわい、ウォーク、スタンプラリー、観光ガイドが行われる。駅周辺では、ステージイベントや、フリーマーケット、地場農産物、春産市などの、高野街道宿橋が開かれ、酒蔵通りでは、フードクラフト、奥河内コレクションなどが開催される。当初は、歴史ある街並みを保存する、取り組みの一環として開催され、近年は、 河内長野市の魅力向上を目的に住民主体で運営するイベントとなった。現在は河内長野団じり祭りと並んでこの地域を代表する祭りとして認識されている。ありがとうございます。